はい、こんにちは。粉元チャンネル、粉吉です。今日ご覧になっている映像なんですけども、ドライブレコーダーの映像になっています。なので、前後、このような形でね、後ろも、今見えれる状態にはなっております。こちらのね、ドライブレコーダーは、マックスウィンから出た、新しいね、ドラレコ、前後録画ができるドラレコで、ヘルメットにつけるタイプの、ものですね。これなんて読むんでしょうかね。ムンフーって読めるのかな。そういうようなメーカーのドライブレコーダーです。東京駅今あれなんですね。イルミネーションやってるんだ。あ、綺麗ですね。はい。ということで、こちらのタイプはヘルメットのサイドに今つけてる感じで、なっています。意外と画質いいんですよね。ちょっとね、白飛びするからナンバーがちょっと見づらい時もあるんですけど、まあ基本的には画質もフル HD で撮れるんですけども、なかなかいい感じのものになってます。もちろんね、手ブレ補正はついていないので、手ブレはしてしまうんじゃないかと思うんですけど、ヘルメットにつけることによって、結構ね、ブレっていうのは軽減するかなと思っております。で、価格がね、2万円前後ぐらいで、今品薄で予約販売してる感じで2万1000円ぐらいで売ってたの。で、こちらのドラレコはヘルメットにつけるタイプなので、まあ、別にバイクに配線を通すとかそういうことがなくて、すべてバッテリーで、動くような形になります。バッテリーがね、3100mAh かな、結構ね、大容量のものが入っているので、そうですね、4時間ぐらいは普通に録画ができます。なので、通勤とかで、使う分には十分ですね。もし、まあ、ツーリングとかに行った場合は、まあ、そうですね。半日ぐらい持つのかなというような感じですけど、どうでしょう？皆さん、画質見ていただいて。意外といいんじゃないかなと思うんですよね。で、ここは今ね、東京駅の近くなんですけど、時間が10時ぐらい。なので、まあ、比較的ね、暗い時に走ってるんですけど、案外ね、明るくちゃんと映ってますよね。見てる感じだと。はい。で、今気になってる点も実はあるんですよね。まず、ヘルメットにつける台座がですね、まだ発売開始してないので、同梱されている一つの台座でやらなきゃいけないので、違うヘルメットに取り付けることができない。今のところはね、まあオプションでそのうち台座ができれば違うヘルメットにも付けられるんじゃないかなと思います。それとですね、やはりね、ヘルメットにつけるのに、今ね、かなり水平を意識して撮ってるんですけれども、水平、きっちり撮るとしたらですね、私のヘルメットの場合、バイザーの後ろ側、じゃあ、バイザーの本当に横っていうのかな？なんていうのかな？本当に耳の上ぐらいにカメラをつけるような形になります。なので、顎付近に置くとですね、どうしてもね、映像が傾いちゃうんですよね。なので、取り付け位置が、まあ、ちょっと気にはなりましたね。ということでね、銀座のあたり、これから走るかと思ってます、晴海通りで。それと、やっぱりですね、ヘルメットのサイドに、まあ、台座をつけるということになりますので、LEV のね、ネットインの中には入らなくなりました。まあ、ギリ入るんだけど、シートは閉まんなくなりましたね。なので、私の場合、ちょっと台座も出てないこともあって、その台座自体を、まあ、強力なマジックテープでつけようかなと思ってます。そうすることによって、他のヘルメットでも使えるようになりますし、ネットインの中にね、入れてもちゃんと入るんじゃないかなと、そんな気がします。手ブレ補正は、まあ、私がね、自分の体で手ブレ補正してるので、どういう風になってるのかわからないですけど、手で持つよりは全然いいんじゃないかなと思うんですが、こうやって安全確認するとちょっと煩わしいのかなと思います。ちょうどね、前回もここら辺で、インスタ360エースプロか。こちらで録画した動画もありますので、まあ、それとね、見比べていただければと思うんですけども、まあ、比較的ね、十分な明るさが取れてるんじゃないかなと思います。
で、ナンバーの方も、自分のヘッドライトでナンバーを照らさない限り白飛びしないので、結構、認識率は高いんじゃないかなと思います。うん、何台もこうバイクを持っている人でも、ヘルメットにつけるタイプのドライブレコーダーの場合、一つで事足りるのでいいんじゃないかなと思います。で、今まで私が使ったことのあるバイク用のドライブレコーダーや中華のアクションカメラに比べれば、画質いいんじゃないかなと思いますよね。うん、しっかり夜でも映ってる感じがします。それと、今日ね、使った時に気づいたんですけど、ファームウェアのアップデートが、もうアプリを立ち上げた瞬間に、新しいファームウェアがありますということで、更新できたんですよね。この辺が、すごくしっかりしてるなと思いました。ただね、欠点としてはね、先ほど言ったように、台座が今出てないということと、台座をつけると、ネットインの中に入らないということと、あとね、リアの映像なんですけど、こちら側の鏡で映った感じの映像ではなくて、見たままの映像になるので、これをね、アプリで見ながら走ると、リアの映像はですね、左右逆になっちゃうんですよね。それが非常に、見づらいかなと、そこが調整できないんですよね。ちょっともしかしたらできるかもしれないんですけど、いろいろこう調べていったんですけど、そういうところはなかったですね。バックミラー代わりに使うことはちょっとできないかなと思います。止まってる時なんか結構いい映像になるんじゃないかなと思うんですよね。で、バッテリーの持ちなんですけど、4時間ぐらいはね持ちます。それとアプリ今使ってるんですけど、アプリを使いながらでも、このアプリって消費電力すごく少ないんですよ。なので普通のアクションカメラで使ってるアプリよりも、電池の持ちがいいですね。スマホの方ですね。で、あと重さですね。重さもね比較的軽いんですよ。昨日、ね、S プロ、インスタ360ね、あれが 180g ぐらいあるんですよね。あれだとやっぱり重さを感じるんですよ。特に段差で、グッとヘルメットがね、特にアゴマウントしてるっていうのもあるんですけど、重さをね、首に感じる。で、これだと、サイドにつけてるのでどうかなと思ったんですけど、そんなに重さを感じないし、普通に乗れてしまう。ところがあります。やっぱりね、軽さはね正義ですよね。特に手ブレ補正のないカメラ、例えばさ、 GoPro の Hero 4っていうのを未だにモトブログで使ってる方多いんですけど、あれはね手ブレ補正ないんですが、価格が広くて、しかもね、本体がすごい軽いんですよ。で、意外とね、手ブレ補正なくてもね、映像ちゃんとしっかり見えるんですよね。なので、それと同じような感じで、使えるんじゃないかなと思います。実際はこれを、元ブログでの映像として使う人はあまりいないとは思うんですけど、後からね手ブレ補正をかければ、意外といけちゃうのかなって思っております。実際ね、家に戻って SD カードの中の、映像見てね確認しますけど、そうだね、スマホのアプリの、映像を見てる限りでは結構使えそうな気がします。はい、ということでね、この MAX ウィンの前後録画対応のドライブレコーダー、たくさんね、バイクを持ってる方はおすすめですし、映像もしっかりしてるので、下手な中華のドライブレコーダーね、据え置きのね、買うよりは私はおすすめします。問題はやっぱりね、納期がかかるっていうことと、まだオプションがほとんど揃ってないと言ったところでしょうか。はい、ではね、新しいドラレコの紹介でございました。ご視聴ありがとうございます。いや、意外といいよねこれね。どう思う？